今回は道民院高知に連泊なので、ホテルに荷物を置いて身軽な状態でスタートです。ただいま5時51分、近くの牛丼屋で朝飯を食べたらスタートです。おはようございます。今日は大晦日です。今6時15分ぐらい、今から昨日終わりにした野市駅まで戻ろうと思います。まだね、日の出が今日7時過ぎぐらいなので、まだまだ真っ暗ですけど、これでも野市駅に着いたらもう7時過ぎるんでですね、ちょうどその頃日の出になってくると思いますね。頑張ります。改めましておはようございます、スネドラです。野市駅までは電車で行く方法もあるんですが、朝一だとバスしかなかったのでバスで移動しました。2022年締めくくりの歩き遍路にふさわしい天気です。今日も頑張って歩きましょう。はい、野市駅に着きました。これから第二次に向かいます。バスが540円だったはずなんだけど、今日ね、なんとかデーだったらしくて100円で来れました。朝からラッキーです。しかし今日寒いんですよね。今回のお遍路で今日が一番寒いかも。もう一枚着てこればよかったな。体動かしてね、さっさと温まろうと思います。野市駅から第二次までは 2.5 キロぐらいしかないのですぐに着くかと思ったんですが、寒さで速度が上がりません。とにかく寒いんですよ。今までの中で一番寒いかななんてさっき言いましたけど、もはや圧倒的に寒いです。もうとてもね、歩ける状態じゃなくて、前回はなかったんですけど、ここにファミマができてるんですよ。ちょっとこの中でコーヒー飲んでちょっと休もうと思います。いやー寒い、本当にちょっと舐めてましたわ。できたばかりっぽいファミマがありました。いや助かりました。この中でコーヒー飲んでちょっと温まろうと思ったんですが、なんとイートインがありません。隅っこの方のスペース貸してもらって温まらせてもらいます。大日寺の駐車場の方に来ちゃいました。一巡目と同様の間違いしちゃいました。本当は一本手前を右に曲がるんだったはずなんですけどね、またしくじってしまいました。28番札所大日寺です。朝の参拝はとっても気持ちいいですよね。特に真冬の朝は空気が締まっててすごい特別な雰囲気があります。まあ、ただ猛烈に寒いので、なるはやで参拝を済まそうと思います。本堂を参拝して大師堂も参拝します。さっき鐘をつくところの映像を撮ろうと思ったら三脚が壊れてしまいました。この先がちょっと心配です。では参拝が終わったので、次は29番の国分寺に向かって歩き出します。この辺りは住宅街を抜けるので道がややこしいんですが、親切の案内がたくさんあるので間違えることはないと思います。日が出てきて少し暖かくなってきました。いやー助かりました。さっきね、多分マイナス2ぐらいの寒さでしたね。さすがにねビビりました。第二次参拝が終わって次は国分寺に向かいます。だいたい2時間から2時間半ぐらい、今日は昼飯食えるとこが多分ないと思うので、途中のコンビニで何か買っていこうと思います。高知は全体的に遍路標識が少なめなんですが、このエリアはこういうお手製の標識がたくさんあります。本当にありがとうございます。おかげで迷わないで歩くことができます。要所要所に親切な標識があるので、地図を見なくてもきちんと歩くことができます。ついに大晦日になっちゃいましたね。今回は6泊の
歩き遍路旅ですが、終始天候には恵まれて、途中で一瞬パラッと雨降った時もあったけど、おおむねずっと晴れ、すごい気持ちのいい歩き遍路ができてます。昨日はちょっと足の調子悪かったんで早めに引き上げたんですが、そのおかげで今日は足の調子がいいです。そんなこと言ってもまた昼ぐらいになったらね、痛くなるんだと思うけど、今日ザックをホテルに置いてきてるから体が軽いんですよね。本当は文殊通り駅で今日終わりにする予定だったんですが、もしもうちょっと行けるようなら竹林寺とか禅寺部寺とかあっちの方まで行ってみようかなと思ってます。超カーブ、急カーブじゃないんですね。すごい表現です。事故とか多いんでしょうか。安全運転で走りましょう。戸板島橋を渡ったらすぐに左に入ります。国分寺まで残り 6.7 キロですと思ったら、この先の標識は国分寺まで残り6キロですね。どの道で歩くのかによって距離が変わるようです。そういえばふとすごいことに気づいたんですけど、昨日の夜広め市場が混んでて入れなくて、他のお店も全部満席で、結局カツオのたたき食えなかったじゃないですか。今回今日が、6日目なんですけど、言われてみたら一度もカツオのたたき食べてないんですよ。今まで泊まった宿でも出てこなかったし、どうしよう、これで今晩食えなかったらこれこっちまで来てね、カツオたたき食わないで帰るという大失態をしてしまいます。もうこうなったらもう夜と言わず、まあ、朝でも昼でもね、とにかく店があったら全部入っちゃうとぐらいの勢いで、どっちかというと今日お寺巡りよりもカツオ巡りしないといけないような気がするんですけどね。ちょっとそんな気持ちで、年末最終日そんな気持ちでやるのもどうかと思うけど、とりあえずカツオは食って何としてでも帰りたいので出ます。このしましまのポールが用水路の上にあります。道幅の関係だと思うんですけど、この位置だとポールに当たる前に悲劇的なことが起こるような気がするんですけどね。面白いです。しばらくあぜ道を歩いていくと正面にトイレが見えてきます。ここは松本大師堂の近くにあるトイレなんですが、ちょっと寄らせていただきました。簡易型のトイレですがとても綺麗です。いやこれは助かります。地元の方たちが維持管理されてるんだと思うんですけども、本当にありがとうございました。トイレの位置関係はこんな感じです。道を挟んで右側には遍路小屋第28号松本大師堂があります。私はまだそんな疲れてないので休憩しませんが、ここは休憩するのに最適な場所です。大晦日だからか歩きお遍路さんの気配が感じられません。一人で黙々と歩いていきます。順調に歩いてます。こういう道気持ちいいですよね。いやこういうとこお遍路でもなきゃまず歩かないからね。本当楽しませてもらってます。もう大晦日だっていうのにね、もう妻なんかちょっとお怒り気味かもしれないですけど、まあ明日帰るんでね、もうちょっとだけ今日一日だけ、お遍路楽しませてもらって、明日からまた普通の生活に戻ります。これ石柱門っていうのかな、道路にはみ出してます。いや面白い作りですね。ちょっと危ない気もしますけど、まあ仕方がなかったんでしょうか。ファミマが見えてきました。ちなみにこのファミマの交差点の蓮向かいにはセブンもあるんですが、歩きお遍路さんが寄るんだったらこっちのファミマをおすすめします。なぜかというと、この横の休憩所の中からファミマに入る入り口があるんですが、そこを入るとすぐにトイレがあるんですよね。しかもそこがイートインスペースになっているので食事することもできます。この先食事する場所がしばらく出てこないので、
ここで買うか食べるかするべきだと思うんですが、そういう点でこのファミマは神レベルにいいコンビニです。国府橋を渡ったらすぐに左に入ります。ここは明治30年頃まで橋がなかったので、渡し船で渡ってたみたいなんですよね。なのでこのお地蔵さんは、地蔵渡しって呼ばれてるんだそうです。このお地蔵さんの裏から、国分寺に行くあぜ道を通っていきます。さっきのファミマでちょっと早いというかだいぶ早い昼飯を食べました。こっから先飯食えるとこが確かなくてね、前回飢えた記憶があったので先食っちゃいました。しかしこういう道を歩いてると気持ちいいですね。草でふかふかしてて足の痛みもなくてね、ほんと歩きやすいです。どうせ歩き遍路するんだったらできればこういう道歩きたいですよね。29番札所国分寺です。国分寺は各県に一つずつあるんですが、ここは土佐国分寺と呼ばれてます。酒立ち地蔵尊です。私もお酒飲むんであれですけどね、酒立ちはまだお願いしないようにしておきます。残念ですが金はつけないようです。本堂を参拝して大師堂も参拝します。はい、無事参拝が終わったので次は30番善楽寺に向かいます。ここから先はしばらく畑の中の道を歩いていくことになります。気持ちいいですよねこういう道。こういう道だったらいくらでも歩けそうな気がします。29番国分寺の参拝が終わりました。あそこに酒立ち地蔵っていうのがいらっしゃるんですが、ちょっとあれを見てふとね、1巡目の時に、視聴者様から、その視聴者様がここをお参りした時に酒立ち地蔵を見て、ああスネドラは酒立ちをお願いしないだろうなと思ったっていうコメントをね、もらったことあったんですよ。別に私そんな酒が好きで好きでしょうがないっていうわけじゃないんですが、まあ嫌いじゃない方でね、まだもうちょっと禁酒はしないでいいかなと思ってるんで、今日も、お参りはしませんでした。いずれ何かあったらここに来て、酒立ち地蔵さんにお願いしてみようと思います。私食事の動画撮るときにいつもお酒飲んでるので酒が浴びるほど好きっていう風に思ってる方多いんですが、実はまあそうでもないんですよね。なのでそこは誤解がないように注意が必要です。災害復旧橋です。半日で、仮設できるみたいですね。こんな橋があるなんて知りませんでした。ここを右に曲がります。善楽寺まで残り 5.4 キロです。今そこですれ違ったお嬢ちゃんにお遍路さんこれあげるって言ってお菓子をいただいちゃいました。はい、お接待でお菓子いただいちゃいました。ありがとうございます。あんなちいちゃなお嬢さんもお接待してくれるなんてね、もう本当に心がほっこりします。なんか高知歩いてて今回思うんですけど、前回の時に比べるとお遍路標識が増えてるような気がします。遍路小屋第5号鴨原です。いやちょうどいい場所に、休憩所があります。少しここで休んでいきましょう。1巡目のお遍路で、昼飯難民だった私たちを助けてくれたたこ焼きハウス大阪さんです。いや色使いが独特なので最初ちょっと入るのを戸惑いましたけどね、本当に助けていただきました。善楽寺まで残り 1.6 キロです。高知市に入ります。ここから先はしばらく市街地を歩くことになります。少し歩いたら左にそれます。ここから先、ちょっと急気味な、下りの階段を降りていきます。前回はこの辺でもう疲れてて足が痛くて
この階段がなかなか苦痛だった記憶があります。30番札所善楽寺です。もうお正月の準備が始まってます。善楽寺は土佐神社のすぐ隣にあって、別当寺として創建されたんだそうです。なのでどこが土佐神社でどこが善楽寺なのか、歩き遍路道で来ると裏から入ってくるので最初ちょっと分かりづらいかもしれません。本堂を参拝して大師堂も参拝します。映像を撮ったはずなんですがなぜかなくなっているので1巡目の映像を使い回してます。首から上の病や悩みにご利益がある梅見地蔵さんです。私の場合記憶力に問題があるので、しっかりとお参りしておきましょう。はい、参拝が終わったので、次は31番竹林寺に向かいます。はい、30番善楽寺参拝終わりました。ただいま13時23分。今日はやっぱり予定変更してね、文殊通り駅で今日終わりにしようと思います。今日も短いけどね、今日そこで終了と。いろいろ考えてみたら次に来るときに高知屋さん泊まりたいんですよね。でその辺逆算していくと次回は文殊通り駅からスタートした方が距離的にちょうどいいのでそれで行こうと思います。あともう一つの理由がカツオのたたき食いたいと、どうしても。でこの時間で播磨山市戻ったら多分3時ぐらいになると思うんですけど、それぐらいだったら中途半端な時間だからどっかで食えるんじゃないかと思っててですね、今回ちょっと予定を変更してそういうふうにすることにしました。あと4キロぐらい歩いて今日は終わりにします。まだ1時半なので本来だったら竹林寺は楽勝で行けるんですが、区切るタイミングとかもあるので、予定を変更してというか予定通りというか今回は文殊通り駅で終わりにしようと思います。この辺りの道は前回歩いてないんですよね。前回善楽寺を終わってから竹林寺までの道を大幅に間違えててだいぶ遠回りしてるっぽかったんですよ。このコメントね、遍路道下です。下って何っていう感じですけどね、これ下なんですよ結論は。一回左にそれてここをぐるっと右に曲がってさっきのところから見ると下にある道を歩いていけっていうことなんですね。もしあのコメントがなかったら正直トレースできる自信がありません。善楽寺出てしばらく行ってから川沿いずっと歩くんだけど、前回はだいぶ道間違ってたみたいで、今日はきちんと遍路道歩けたと思うんだけど、結果として前回歩いたところほとんど通りませんでした。なんか初めて見る景色ばっかりでね、よっぽど当時精度の低い、道を歩いてたんですね。いやー、なんか前回の方が全然もっと歩いた印象があったんだけど、本当はまあまあ近いんでしたね。いやー驚きました。この大きな交差点を渡ったら、ファミマの裏にある細い道に入っていきます。ここの田んぼの道もインスタとか YouTube とかの動画撮る人なんかもよく、撮影しますよね。気持ちのいい道です。あと少しで文殊通り駅に到着します。結局今日は23キロぐらいしか歩かなかったですね。お寺を3つ参拝したのもあったんですけど、まだ時間も2時過ぎぐらいなんで、だいぶ余裕ありますか。今日なんつっても大晦日だからね、夕方まで頑張ってクタクタで戻ってカツオ食えないなってなったらもう2022年の締めくくりが台無しになっちゃうので、帯屋町の方に今から戻ります。今回は6泊の旅でしたけど、
結構前半距離やれたんで、まあまあ、充実した歩き遍路できたかなと思います。次回からは今度町から離れていく方に行かないといけないので、割り振り難しいんでね、どうなるかわからないですけど、これからもタイミング見てちょこちょこ歩き遍路してきますんで、ぜひよろしくお願いします。路面電車の線路が見えてきました。やっと文殊通り駅に到着です。これ遍路道のすぐそこに駅があるんですよね。区切るのに最適な場所です。ここからだと路面電車1本で播磨屋橋の方に出れるので、とても便利な場所にあります。それではホテルに戻らずにこのまま広め市場に向かうことにします。さすがに中途半端な時間なので広め市場も混んでないとは思うんですけど、どうでしょうか。人も少ないですね。これなら期待できそうです。テーブルも空いてそうなので、やっとカツオのたたきをいただくことができそうです。懸命に切ってくれてます。そうそう、頑張って俺のカツオを用意してくれと、そんな気持ちでいっぱいです。明神丸の塩たたきとタレたたき、これで舌包みを打ったら、また横の司食堂さんに行って再びカツオのたたきをいただきます。いや、うまい。やっとカツオのたたき食えましたよ。いや、こんな嬉しいことないですね。あまりの嬉しさに調子に乗って酒も飲みすぎて、こんな時間から酔っ払っちゃってます。広め市場で飲みすぎました。ちょっと一回ホテル帰って昼寝します。ホテルで年越しそばを振る舞っていただいたので、無料でいただくことができました。今年は高知での年越しです。今年も1年皆様本当にお世話になりました。新年明けましておめでとうございます。皆様今年もスネドラ旅行チャンネルをぜひよろしくお願いします。っていうナレーションが入った動画をこの時期に投稿するのもどうかとは思うんですが、まあ今日だけは1月1日だと思って見てくれたらとても嬉しいです。それでは朝一の飛行機で東京に戻ります。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は竹林寺、禅寺部寺、設計寺、種間寺まで歩こうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。